日本の通常動力型潜水艦が世界屈指となる中、世界の原子力潜水艦の廃棄が30年も進まない状況が、この度世界に発信された。今回は、原子力潜水艦の原子炉廃棄を詳しく深掘りしていきます。オーストラリアも、世界に原子力潜水艦導入と堂々と発表しているが、廃棄まで考えていないのではないのかな。日本は、原子炉よりも、はるかにいい燃料電池を考えているとか、いないとか。2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では、動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているが、世界の海軍に目を移せば、多数の国が保有と運用と、そして、一部で、退役後の保管も行われている。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に、現ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めている。そもそも、原子力推進方式の航空母艦を、この2023年時点で保有、運用している国は、アメリカとフランスの2国のみで、前者が、ニミッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻、後者が、シャルレ・ド・ゴールと、合計でも12隻しかない。しかし、アメリカは、世界初の原子力推進型の航空母艦として、1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は3年後の2015年5月から着手した状態である。このエンタープライズの原子炉の処理は IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社はアメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計、建造、燃料交換が可能な唯一の造船企業である。エンタープライズは、アメリカ海軍のそして、世界で、初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は、未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっている。エンタープライズには、ウェスティングハウス社製の A2 ワット加圧水型原子炉が、合計で8機も搭載されており、その撤去には、一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも、多額の費用が必要となってくる。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを、実際に記念艦として復元し、保存することの意義については、意見が分かれている感もあり、実際に、最終的な措置がどのように推移するのかの決定には、未だ、しばらく時間を要すだろう。ちなみに、エンタープライズという艦名は、アメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・ R ・フォード級の3番艦として、2022年4月に寄港されたものに、すでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みである。そして、今後のアメリカ海軍では、1番艦である、ニミッツが、1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有、運用中のニミッツ級の退役も、50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りで、その対象が増加していく。ミニッツ級は、原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体は、わずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についても、その工数は下がっていると思われる。エンタープライズの場合、8機も原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なくも積もっても、およそ1000億円弱、多ければ、その倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は、優に、通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵する。
さて、続いての原子力潜水艦であるが、こちらは2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国が保有、運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっている。こうした中で、西側諸国の中では、アメリカとフランスが、退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるが、残るイギリスはといえば、これを実施し始めたのは最近である。それまで、イギリス海軍は、退役を迎えた原子力潜水艦を、特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があった。前述したオーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、オーストラリアは、まずアメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を少なくとも5隻は調達するとめされている。その後、イギリスとの共同開発によって、軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるのだが、やはり、その退役後の処分には、イギリス流のやり方が有力視されている。すなわち、オーストラリアでは、今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に係留して保管し、しかるべき時期を経た後に、最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだ。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として、原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に、自国で、未知の領域である。原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているのだろう。さて、そんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月に、アメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社は、イギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表した。今回のこの両社の契約の目的は、アメリカとイギリスの両国において、今後も、退役後に、原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されている。前述したように、アメリカ海軍は、2025年以降に、ミニッツ級航空母艦を、順送りで、10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越して、その能力を高め、かつ、同盟国や友好国にも、その技術を戦略的に供与する意図がある模様だ。こうして、アメリカとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも協調、協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろう。フランスとしては、急遽のオーカスの締結によって、本来、自国がオーストラリアと進めていたシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を放棄にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうか。さて、イギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から初の解体処理に着手したことが報じられている。今回 SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが初の解体処理に着手した対象は
1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアである。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして、一番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に31年もの係留、保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け、燃料と放射性物質の除去を実施する。SDA サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については、従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている合材や部品は、9割以上を再利用もしくはリサイクルが可能と述べている。イギリス海軍は、スウィフトシュア級より、以前のバリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻もすべて係留、保管しており、今回のスウィフトシュアは、予定では2026年代に解体を終えるとしている。中国の原子力潜水艦が台湾海峡で沈んだとの話を最近多く目にしています。日本の処理水問題は原子力潜水艦事故の目をそらすなんて話も出てきています。追跡して調べていきますね。日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうですが、どこがそんなにすごいのでしょう？それを見ていきたいと思います。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海上自衛隊の最新鋭潜水艦を、竜の引き渡し式が行われました。オウリュウは、広島の5基地を母港とする、そう、竜型潜水艦の11番艦です。広大な日本の領海を防衛する新戦力として、実戦配備の日を迎えたというわけです。5といえば海軍基地として有名ですね。大ヒットしたアニメ、この世界の片隅にの舞台も5でした。戦艦ヤマトの勇士が呉港に浮かぶシーンもありましたね。そういえば、太平洋戦争末期、アメリカは、本当は軍港である呉に原爆を落とす計画だったそうです。しかし、天候の問題で広島に落としたのだと言われています。オウリュウのデータを紹介しましょう。基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされ、通常動力型潜水艦としては、世界でも有数のビッグサイズと言われるほどの規模なのです。そう、竜型潜水艦のエンジンですが、10番艦までは、ディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛製の蓄電池を併用した推進方式を採用していました。しかし、11番艦を竜波ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式の併用となりました。かなり大きな変更があったということになります。ここで気になるのがオウリュウの速力です。公表値は水上で13ノット、水中で20ノットなので、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないことに気がついた方もいますよね。言うまでもなく、現在の潜水艦という兵器の位置づけは最重要軍事機密に該当します。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されるような正しい数値を公表するわけはありません。つまり、あえて従来艦と違いの少ない値を公表していると考えるべきではないでしょうか。また、最新鋭艦オウリュウだけでなく、従来の双竜型に関しても、連続潜航可能時間や最大潜航可能深度等、潜水艦の性能に関する重要な情報は、極秘事項として一切開示していないのです。
厳重機密ということが明白ですね。言うまでもなく、潜水艦のデータを隠しているのは一言なく、世界的にも同じ傾向です。となると、オウリュの公表値水中速力は20ノットですが、実速度とは全然違うのではないかと推測する人も多いそうですが、当然といえば当然ですね。データを隠したり、ごまかす理由は、水中速度と連続潜航可能時間が分かれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう恐れがあるからです。発見されることなく、隠密行動を取る潜水艦の活動範囲は、絶対に敵に知られてはならない情報です。特に、通常動力型潜水艦は、絶対に秘密にしておくべき情報です。では原潜なら大丈夫なのか?ということですが、実は、原子力推進型潜水艦は、機関部分だけを考えると、理論上、ほぼ無限に連続航行できるのです。原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットは出るだろうというのが一般的な知識です。ですから、原潜は、通常型とは逆に隠す必要がないので、隠したとしても、バレバレで意味なしと言った方がいいのかもしれませんね。現実的には、原潜でも、それを動かす人間、乗組員は艦内で生活していますから、食料など物資の補給はどうしても必要です。また、狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていかなければならない人間の精神面の課題なども様々あるでしょう。つまり、原潜自体は動き続けるとしても、中にいる人間にとっては、その中での長期にわたる生活は、困難が伴うものと考えられます。話をオウリュに戻します。鉛蓄電池より出力の大きいリチウムイオン電池を採用しているので、10番艦までの従来艦と同じ水中速力とは考えられません。瞬間的なパワーなら、原子力推進型に遜色ないのではないかと思われます。原子力推進型潜水艦にメリットが多いのは確かでしょう。だからこそ、アメリカやイギリスなどのように、保有している潜水艦のすべてが、原潜である、国々が軍事力では優位ということは明らかです。確かに、建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を無視すれば、原子力推進型は、一番パワーがありますし、これに勝てる機関は今現在は存在しないとも思われますから、無敵と言えましょう。ちょっと飛躍した例えですが、原子力推進型というのは、簡単に言うと、人気アニメ、新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関、人類の敵とされる人が体内に持っている永久機関のようなものと考えられます。つまり、無限に近いエネルギーを発生できる仕組みと考えていいでしょう。永久機関については、古くから作りたいとか、作られたが壊されたなど様々噂されてきましたが、はっきりと発明されたとは公表されていないようです。最近は、永久機関という言葉も、ほとんど目にしなくなりましたが、永遠はないと考えた人類は、永久機関を考えることを止めたのでしょうか。原子力推進型か通常動力型かに関係なく、潜水艦の性能の優先事項になるのは最大潜航深度と言われています。どれぐらい深く潜れるかが、敵のソナーから逃れられるポイントと言えましょう。当たり前のことですが、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難でしょう。つまり、敵のソナーより深く潜ることができれば有利というわけです。要するに、敵より深い位置にいたら、下から敵を攻撃できるんですからね。あるいは、実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が、同じ海中、ごく近くに潜んでいるのかもしれないという不安を感じさせるだけで十分なのです。もし、敵の潜水艦がいたら、自分たちに危険が迫るわけですから、その場から離れるなど、水上艦艇の行動は、かなり制限をかけることができるはずです。敵の捜索行動を牽制する力があるのは言わずともわかりますね。船体に使われている素材の強度から見て、オウリュ波約 600M 以上の深度まで潜航可能ではないかとも推測されています。中国海軍潜水艦の深度が約 300M ということですから、
それが事実なら、横流がかなり優位とも思えますね。しかし、舞台と想定されるのは、水深の深い太平洋ではなく、水深の浅い東シナ海や南シナ海です。ここを、中国海軍との対潜水艦戦の主戦場と仮定した場合、横流ではオーバースペックではという指摘もあるそうです。簡単に言うと、横流をここに投入するのは、もったいないということなのでしょうか？ライオンは、ウサギを仕留めるにも全力を出すという言葉があります。強力な兵器を出し惜しみしてチャンスを逃しては元も子もないと感じます。太平洋戦争末期の戦艦ヤマトの例を思い出してしまうのは筆者だけでしょうか？先行進度以外にも日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由はもう一つ静粛性です。視界が悪い深い海中では潜水艦の動きは音で判断するしかありません。となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が有利なのは自明の理ですよね。横流は通常動力型潜水艦ですが、原子力推進型より構造的に優れているポイントを極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持つ潜水艦になったというのです。中国潜水艦浮上事件が横流の静粛性の証拠になるかもしれません。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に中国海軍潜水艦が突然浮上したのです。海中に隠れて行動するはずの潜水艦が浮上したことで大騒ぎになりました。尖閣諸島付近の海中でこそこそ活動していた中国潜水艦を発見し、空自と海自が必要に追跡し、相手覇王竜からは逃げられないと判断して、しぶしぶ浮上したのが真相だろうと見られています。要するに、追跡されるまで中国側が気づかなかったということですね。横流の静粛性の凄さを痛感したのではないでしょうか。中国海軍原潜には数多くの騒音トラブルが発生しているそうですから、秘匿性に関して横流は世界最高水準の潜水艦であると断言しても間違いないでしょう。新たな戦闘機の開発、日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラムがいよいよ動き出しました。アメリカのロッキード・マーティン社との共同開発が固いと目されていた点を覆し、大気な変化を見せた日本。今回は、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社による機関部の開発について詳しく見てみましょう。IHI 社の高い技術力で、国産の機関部の完成に期待。2022年も最後の月を迎えた12月9日、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP グローバルコンバットエアプログラムと名付け、日本とイギリス、イタリアの3カ国によって共同開発を行うことを正式に発表しました。日本とイギリスでは、2021年の末には、次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うことが決まっており、2022年の初めより、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社において実証実験を始動、2022年2月には、次期戦闘機用のレーダセンサー類の実証実験機の共同研究も決定していました。したがって、今回の日本とイギリス、イタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表と言っていいでしょう。この GCAP グローバルコンバットエアプログラムで開発される戦闘機は、航空自衛隊が運用している
F2 戦闘機とイギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用されます。この2年ほどで急速に強化された日本とイギリスの間での次期戦闘機をめぐる協力関係ですが、これまでのアメリカのロッキード・マーティン社が開発技術のサポートという形で関わるのが当然だという動きに区切りをつけた形となりました。太平洋戦争での敗北後、自衛隊が装備する戦闘機などの軍備につながる産業分野において、アメリカ製の機体を製作に応じて、日本の企業が調達するといった形で制御され、航空機の開発技術も大きく後退することになりました。今回の次期戦闘機開発は、現在、航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の後継機が目的で、そもそも F2 戦闘機開発の段階では、国産機を開発する計画でしたが、当時、エンジン部の製造が技術的に困難で、三菱重工業者を主としながらも、アメリカとの共同開発となり、F2 開発当時は、日米貿易摩擦が影響し、日本とアメリカ間において、政治的な問題から、アメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとすることが求められ、国産化が果たせませんでした。その F-16 戦闘機、ファイティングファルコンの各部において、胴体を延長し、主翼の大型化など、機体の大型化が行われたほか、日本の最新電子技術も盛り込まれ、大掛かりな変更が加えられ、必要な追加攻撃能力が強化されました。ところが、完成した F2 戦闘機の機体の中核である制御部分の情報が日本に公開されなかったため、後の状況の変化による、日本での自由な仕様変更を行うことはできませんでした。そこで、F2 戦闘機開発の経験をもとに、その後継機開発に際しては、日本の三菱重工業者を主契約企業として、その下に国内の各分野の関連企業を決め、日本が開発の主導権を有することを前提として進めてきたのです。もちろん、アメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野に入れていましたが、これまでのようにシステムなどの情報をブラックボックス化される可能性も否定できない状況で、日本とアメリカの意見が折り合わなかったのではないでしょうか。そこで、次期戦闘機開発において、戦後初めてアメリカ以外の国、イギリスとイタリアに日本を含んだ3カ国で協力し開発、配備が決定し、これまでのアメリカとの関係とは違い、対等な関係での開発になると期待されています。さて、今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの開発にあたっては、日本では、三菱重工業者が主契約者となり機体を担当し、IHI 社が機関部を、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっています。そして、イギリスからは、BAE システムズ社が、全体の統括と機体を、ロールス・ロイス社が機関部を、レーザー、センサ部の電子機器等をレオナルド社が担当し、チームテンペスト計画そのままでもあります。そもそも、この3カ国による GCAP が決定する前は、F2 戦闘機の後継機には、日本の IHI 社が製造した国産のエンジンを使用するとの見方もありました。それは、日本の次期戦闘機開発の一環として、防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験機用に開発した XF5 エンジンや、XF9 エンジンが、タービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力や、ステルス性の確保に対する推力に関して、次期戦闘機に十分に対応し得る品質であり、すでに2018年に1機ではあるが、IHI 社が防衛整備省に納入しているからです。そこで製造された、XF9 エンジンは地上での動作確認ではあるが、アフターバーナーの使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録し、世界標準クラスの数値を示しています。この FX9 エンジンは、現在の防衛装備庁と IHI 社が、次期戦闘機開発の一環として2010年から開発開始されたもので、基本的なコンセプトは、スリムで大出力である、ハイパワースリムエンジンと呼ばれました。XF9 エンジンを搭載する戦闘機の、
ステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することは大きな目標でした。そして、近年では、戦闘機による空対空戦闘は減少しているとは言っても、今回の FX-9 の大出力は、戦闘機としての高機動性を保持するために不可欠な条件であり、敵のミサイル等による攻撃の回避にとても重要です。こうして出来上がった国産の戦闘機用 FX なインエンジンですが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアしていますが、実用機でのテストはまだ行われていないので、量産化には時間がかかりそうです。XF9 は、戦闘機開発において、国産化に向けて、一定の成果を上げており、次期戦闘機への搭載に期待されます。さらに、イギリスのロールス・ロイス社との関わりの中で、これまでに培われた技術が、いかに活用されるか注目されます。イギリスのロールス・ロイス社といえば、イギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーンの機関部の開発も主導しており、世界的なエンジンサプライヤーです。そのイギリスのロールス・ロイス社ですが、テンペスト計画における機関部の開発には難航していると伝えられており、戦闘機の機関部の開発がいかに難しいか考えさせられます。ロールス・ロイス社が開発する機関部は、著しく電力を消費することに対して、スモールコア電力、熱制御、すなわちコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいます。しかし、そんなロールス・ロイス社の技術力は、アメリカには劣るとはいえ、日本の XF9 エンジン技術よりは、はるかに高く、これからの戦闘機に求められる、発電能力と冷却性能の分野で先行していることから、やはり、開発の主導権を握るのではないでしょうか。そして、IHI 社製の FX9 エンジンですが、小スペース、将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、まだ発電能力と冷却性能の分野では譲るところもあり、今後、これまでの開発を活かし、実用機での採用を期待したいですね。IHI 社は2007年7月に社名を変更しましたが、それまでは石川島播磨重工業株式会社として、江戸末期から160年を超える歴史があり、日本の三大重工業の一角を支えている代表する企業です。航空、宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機の分野において、ジェットエンジンの製造では、日本国内で 60% のシェアを誇っています。IHI 社がライセンス生産したものには、現在、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや F15J イーグル戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンがあります。また、海上自衛隊が2013年から運用を開始している P1 哨戒機に搭載されている F7 エンジンは IHI 社によって開発され、小燃費、低騒音が特徴で実用化、量産化されています。このエンジンは、ターボファン形式の高バイパスエンジンとして、民生品にも応用が模索されています。海上自衛隊が運用している、ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型や、ミサイル護衛艦のマヤ型の建造を手掛けた、ジャパン・マリン・ユナイテッド株式会社は、ユニバーサル造船と IHI マリン・ユナイテッドが合併して誕生しており、もともとは、IHI 社の造船部門から派生した企業であり IHI 社の技術力の高さが伺えますね。